2013年、スティーブン・タッカーとリック・ハンターという2人の探検家が、南アフリカにある RISING スターという名前の複雑な洞窟システムの発見を行いました。彼らは18センチメートルしかない広さの入り口のために、これまで誰もその勇気を持って挑戦したことがなかった地下の空間に侵入しました。彼らの目の前には、地下の空間に散らばる無数の人間の骨があり、恐ろしい光景が広がっていました。科学者たちがその場に入った直後、彼らはこれが我々が知らなかった完全に新しい人種であることを発表しました。この新しい人種は、ホモ・ナレディと名付けられました。特筆すべきことは、ホモ・ナレディの平均身長がたったの 1m48 である一方で、彼らの腰の部分は非常に広いことです。この構造は、古代文明の記録に記された小人族の特徴に一致しています。